バンド、または、楽団は、楽曲を演奏する集団のこと。単に、バンドといった場合は、ジャズやロックなど、ポピュラー音楽を指すことが多いが、講義にはジャンルを問わない。ただし、オーケストラは、バンドと区別されることが多い。サイは、電子楽器や、エレキギター、ドラムセットを使用しているか否かであると見られる。役語として楽団がある。 ただし楽団と呼称した場合は、オーケストラも含まれ、特に還元楽団や吹奏楽団を指すことが多い。この場合は、電子楽器やギター、ドラムセットはパートに加わっていない。通常、大半が楽器演奏者からなる集団を指すが、ごく稀に、ボーカルグループに対し使うこともある。楽器演奏者に限定せず使える後に、ユニット、グループがある。なお、 英語のバンドは音楽バンドのみならず、ひとまとまりの集団をも意味する。バルハラ・アウグスト・デルカ・ロックバンドを主にロックを演奏することを目的としたバンド。一般的には3人から5人、あるいはそれ以上のメンバーで編成されており、楽器の編成も多岐にわたるが、概ね以下に分類される。1000人ボーカル不在の場合は、メンバーの誰か、 あるいは何人かがボーカルを兼任する場合が多い。3人、編成4人、編成5人、編成変則的なものジャズバンド主に、ジャズを演奏することを目的としたバンド。オーケストラ還元楽団、公共楽団とも呼称される。主にクラシック音楽及びヒッポピュラー音楽の演奏を目的とした楽団。ただし、ボストン公共楽団と、 ボストンポップスオーケストラのような形で複数のジャンルを演奏する場合もある。ウィーンフィルやベルリンフィルなど活動拠点を名称にしている場合が多い。またオーケストラのための楽曲で舞台上のオーケストラと離れた場所に別動体として小編成のアンサンブルが同時演奏することがあり、この小編成のことをイタリア語でバンダと呼ぶ。バンダを参照。 ポピュラーオーケストラポピュラーバンド、ポップスオーケストラとも呼称される。主にポピュラー音楽の演奏を目的とした楽団であり、指揮者自身がリーダーである場合が多い。吹奏楽団、ありがとうございます。